疲れ様でした。はい、キエです。すごい素敵なダンスをいっぱい見れて、もうなんか目がおかしくなりそうになってた自分が結構いたんですけど、私はここのコンテストで見させてもらうのは2回目になるんですけど、前回と比べて、まあ、前回の子が出てたりしたのかもしれないんですけど、こうやっぱジャンルが全然違うくなったなっていうのが私的な印象でした。で、なんだろうな、山口の参加が多いなって思ったのと、愛知の参加が多いなっていうのもすごい印象的だったのもあります。はい、で、私がちょっと良かったなって思った子たちをソロ部門からちょっと言っていきたいと思うんですけど、アンダー10は10番目に踊ったあかりちゃんはもうなんかスキルがあってリズム感があってすごいいいなっていいなというか、まあスキルがすごい10アンダー10なのですごい見えるから何を食べてるんだろうと思いつつ思ってました。はい、かな。でアンダー10には14番目に踊ってくれた、ゆいちゃんは見てて面白いし、普通にこうかっこいいなと思って見習おうって思いました。うんですね。でアンダー15は4番のキサキ、体がすごい効くしすごい軽いなっていう印象があって、まあ、なんかちょっと無重力感な感じがすごいおーっていう感じが自分の中ではあって、でもなんかこうすごいスキルが見えるんだけど、なんかもっとこう前にもっと来てほしかったなっていうのはあったけど、でもすごい全然いいけど、なんか強いて言うならもっとやってほしかったなっていうのはあったかなっていう印象です。で、チームはアンダー10のチームで良かったところは、6番目に踊ってくれたダグダボはもう、もう来てないな、映って踊った瞬間から、あ、来たなっていう感じが私の中ではあったから、もう結構即決したなっていうのはありました。はい。でアンダー12は最後に踊ってくれた10番目のミロデイジーで、私的にはもうすごい上手なのは、あ、最後に来て、あ、来た、あーやー、全部順番がええみたいな感じだったんですけど、なんか個人的にはなんかテーマがあったのかなっていう結構印象があって、最後の終わり方もすごい独特だったから、個人的にあれは最後の終わり方は何をどう、全然ダンスとかじゃないけど、どう終わったのっていうのが、こう映画で終わって消化しきれてないみたいな感じで自分の中ではなってるから、もしあのあれだったら教えてほしいです。いや、すごい良かったから、でも終わり方がすごい映画の途中で終わってる感じがして気になるなっていう、いや、すごく良かったです。で、アンダー15チームはこれも最後に踊ってくれた 10番目のルルバティックが良かったかな。そうだね、3人チームってやっぱ3人まあ、チームが難しいけど、3人いたら2人とは違ってやっぱ3人っていろいろできるから、すごい羨ましいなっていうのはやっぱあるんだけど、3人
人の気持ちが一緒だなっていうのがもうすごい見えるのがいいなって思いました。で私的にはそのルルバディックの女の子がすごい好きかな個人的にはこうなんだろう、すごい会ったことは全然ないけど身長高いのかなとか思ったり、だからすごい映えるなって思ったりしてかっこいいなって個人的には思いました。まあ、その他の男の子2人もすごい上手だったから、ニューバランスでハウスって踊れるんだって思ったり、クッション性すごくないって思ったり、なんか個人的にはなんかいろんな部分で見て、でも結果うわすごい3人気持ち揃ってて見てて気持ちいいなっていう印象でした。はい、あと良かったって言ったら、でもそうだね、アンダー15だったら私的には3番目に踊ってくれたアラメアも結構好きだったかな。3人チームだったんだけど、これも誰がセンターに来てもあすごい絵になるなっていうチームで、衣装でこう画面にパッて映った瞬間に何を踊るのかな、フリースタイルっていろいろあるから何が来るのかなって思ったら、おーすごい、なんだろう、あうまいねーって、こう抜きうまいなーとか、でもガーって攻めるとこ攻めてるから、うわ作り方うまいなーって、私的にはすごい好きでしたね、そこも。はい、あとはアンダー15のしずくちゃんとか6番目に踊ってくれた子もすごい好きでした。でも最後がもっとこう追い込んでバーンってパワーで終わってほしかったなっていうのも個人的にはあったけど、でもすごい結構うん好きかなっていうのありました。はい、あとはそうだな、アンダー12のチームの6番目に踊ってくれたプリンセスセブンも見てて面白い。衣装がもう妖精なのにもうフリフリでめちゃくちゃ可愛いし、やっぱ7人っていいなって青春だろうなって思いながら本当に私もあんな可愛い7人の中に1になれたら、どれだけアンダー10人、ね、みんな同い年ぐらいで楽しい練習だろうなって思ったり、見ててとにかく次何が来るんだろうっていうのがあったチームだなと思って、個人的にはすごい好きです。はい、どんどんやっていこうか。あとアンダー10だったら1番目に踊ってくれたスパーキングがもう全体の構成とか音の取り方はすごい好きだなって思いました。アンダー12ソロだったら、3番目に踊ってくれたみひろ、けどよかったけど、あの帽子の見せ方がすごい上手だなって思いました。さすがなんかこうロックってこう私がコンテストとか出てた時もわずるいジャンルだなって思いつつ、でやっぱ帽子かぶってるチームとかすごい多かったからその見せ方で見せれるのいいなって思ったりして、でもやっぱ改めていいなって、帽子のなんかダンスを追求してほしいなと違うか思いました。アンダー10ソロだったら、5番の葵ちゃん、葵くん、葵が、大きい子って思って大きい子って書きました。体の使い方がすごい上手だなって、アンダー10なのに体の使い方なんて私分かんなかったけど、なんか本当に今の子何食べてんだろうって思うぐらい体が本当に使える子が多いから、先生のレッスンがすごいいいんだろうなって思ったり、からそうだねって思いました。はい、
で全体的にはソロだったら、私もソロでコンテストに出たことが実は結構あって、でソロってもう本当に自分しか見られないから、なんだろうな、この1分半っていう多分今回は長さだと思うんですけど、別に1分半使わなくてもいいと思うし、どれだけこう曲の、じゃあ例えば1分ってなった時に、じゃあ8が半分ぐらいでしょって思ったとして、どれだけそこに波をつけて審査員見てもらう人に、あ、じゃあ次、あ、来た、おー、思った、もっと見たかったなって見せれるかなっていうのを結構工夫して作ったりしてたから、そういうのを緩急をつけてもっとできたら、審査員の人たちがこう釘付けになるか、釘付けになるかどうかわからないけど、平坦に踊るよりかは絶対にその方がいいと思うかなと思います。でもそれが絶対こうした方がいいっていう意見ではないから、自分が好きなことをどういう風に踊ろうかなっていう一個一個の動きをやっぱ追求しないと、一人しか見てもらえないっていうのはすごいバレるので、そこはもうしっかり追求してたらいいかなと思いました。でチームは、まあ、大人数とかはすごいいっぱいネリネリできる、言ったらごまかせるから、そこをネリネリするのをもっとここでこうした方が見栄えがみんなのが良くなるんじゃないかなっていうのを、研究をもっとできるなって思ったチームももちろんいるし、あとは私もそうだったんですけど、2人チームの人が一番難しいかなって、チームは横並びか斜めぐらいしかないっていうのが難しいのと、あと離れすぎちゃうと、これ結構いたんですけど、離れすぎちゃうとどっちかにしか目がいかなくなったり、今はオンラインの時代だからそういうことはないかもしれないけど、もし生で見ますってなった時にやっぱり画面じゃなくなっちゃうから、片方の方にしか向かなくなっちゃうっていうのがすごいもったいないって私も言われてたのもあって、じゃあ2人の関係性はここで今いいよねっていうのをもっとこうそこで詰めて練習、立ち位置関係、振りだけじゃなくて立ち位置の関係をもっと詰めれたらコンテストならではだと思うのでいいんじゃないかなと思いました。であとはソロとチームで言えるとしたら、やっぱりこうスキルがある子って分かるなっていうのがもう一番思いました今日は。なのでこう誰々チームだったら誰々ちゃんがあんま練習してなかったからって言ったらやっぱり浮いてしまうし、みんながみんなでこうちゃんと揃って練習しないと、ちゃんと動画を見て自分が周りと比べて、周りの子たちと比べて合ってるかな、色が今合ってるかなっていうのを確認するっていうのは、やっぱチームってすごい大事だと思うから、誰かが欠けるとかじゃなくてみんなで同じ気持ちっていうのはすごい難しい部分だと思うから、そこをこうどれだけ固められるかとかが結構大事だなって思います。あとスキル、ソロもおかしいチームだろうがもう絶対スキルは必要だから、一つ一つの動きのここをこうしたいの、この動きをどれだけ練習するかとかっていうのをいっぱいやった方がいいなってやっぱふと思いました。ですね。でもやっぱりオンラインだから何回も撮り直しできるっていうのはすごいいいよなっていうのが個人的にはあるので、私が出てた時のずっと見てくださってた今日ももかさんが一緒だから、もうなんかその時の話を今日とかいっぱいではないんですけどお話しして、まあオンラインと生のライブだと伝わり方も絶対違うと思うし、絶対みんなの作品を生で見たら絶対じゃない順位も変わってくると思うから、あと撮り方も絶対あると思うけど、あんまり私は撮り方は気にせずに、
フラットな状態で見ようと思って今日は全部見てたので、でもまあオンラインってなるとやっぱ画質と訪れと撮り方でもやっぱね見栄えが違うくなってくるから、そこはもうこう頑張ってってか、今 iPhone もすごい綺麗だと思うので、どうやってやったら自分のダンスがよく見てもらえるかなっていうのをもっともっとこう工夫していけたら、それはもう 親に頼むしかないかもしれないけど、でもせっかく協力してもらってるからそこお願いしますって言ってしっかり練習して撮ってもらうっていうのをちゃんとこう感謝しながらやらないと絶対協力してもらえないと思うので、そこを子どもたちは絶対にやった方がいいと思うかな、私は。うんです。まあ一番はいっぱい練習を絶対にした方がいい、何でも絶対に、私も絶対練習しなきゃいけないなって思いました今日は。からうん、そうですね、チームの人はもうチームでいっぱい話し合ってしっかり気持ちを固めてやらないとそれが見えちゃうから、頑張ってください。はい、じゃあ終わります。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。私あのキッズのコンテストのジャッジをするのは本当に久しぶりなんですけど、すごいあの衣装とかこだわってる子とか構成こだわってるチームとか、本当なんかこれにかけてる感じがすごい伝わってきて、見てて結構楽しめたコンテストでした。で、さっきあのキエが結構まとめて言ってくれたんであのちょっとそれを借りて、私も結構同じような意見だったので、それ以外のことで言えることがあったら言いたいと思います。で、全体の総評は何て言うんだろうな、本当上位に入った子たちと入れなかった子たちって結構そこの間の差がガッと開いちゃってるなっていう印象があって、なのでなんで私いつもコンテストあの上位入れないんだろうって思う子たちは、上位に入るチームをちゃんと見た方がいいです。自分たちがコンテスト出たら終わりとかじゃなくて、どんな人たちがあのコンテストで上位に入ってるんだろうみたいな感じでこうちゃんと見る、悔しいかもしれないけど他のチームを見るのもすごいあの勉強になるので、ぜひちゃんと見てみてください。で、個人的に良かったなって思うチームとソロの人をちょっと挙げたいと思います。これ別に順番は何でもいいですよね。はい、大丈夫です。じゃあアンダー10ソロ部門から気になったのが、1番の青人くんかな、青人くんはあのすごい衣装も可愛くって、あのあれお家かな、すごいおしゃれな感じで、それもすごいなんか雰囲気に合っててすごい好きでした。で何が一番良かったかって言ったら、なんかすごい音を聞いてて音に自分のダンスを乗っけていこうっていうのがすっごい伝わってきたので、これからもその感じで頑張ってもらったらもっとかっこよくなれると思いました。あとライムくん、11番のライムくんがなんかシンプルですごいあの派手な振り付けではないんですけど、本当ベーシックができてないと見せれないなんかコレオグラフだなと思って、ちゃんといっぱい練習してあのすごい先生にしっかり習ってるんだろうなっていうのが伝わってきました。で、そのシンプルを見せれるっていうのも一つのスキルなので、あのその調子でいろいろ冒険してもっといろんなことをやってみてください。で、あとはももかちゃん、13番のももかちゃん、私と同じ名前の全然雰囲気は私と違うんですけど、とっても素敵なダンスでした。でアンダー10って思えない、もう見た目もそうなんですけどダンスのスキルがもう素晴らしくって、本当に見ててあの本当に感動しました。とても素敵でした。はい。で、あともう一人アンダー10のソロなんですけど、最後に踊ったスイちゃんかなが、あの何が良かったかって、入り込む、自分の世界に入り込んですっごいあの
もう自分で浸ってたのが私はすごい好きでした。はい、いいと思いました。で、アンダー12ソロ部門が気になったのは、ちょっと順番に言っていくと、3番のみひろちゃん、あのロックの子かな、ハットを使って踊ってた、さっきもキエも言ってたんですけど、なんか結構あの音がジャズっぽいおしゃれな曲で、結構早めのテンポの曲だったと思うんだけど、なんかそうだな、なんかちょっともうちょっとだけその速い曲に対応できる自分のパワーとスキルをもっとつけるともっとかっこよく見せれると思います。で、同じ福岡で、あの私もいっぱいロックダンスの人たち見て育ってきたので、すごい素敵な先輩たちいっぱいいるんで、あのお手本にしていいところをたくさん今のうちに盗んで、そのまま突っ走ってください。で、5番の春馬くんもすごい良くて、ベーシックができててナチュラルでクリーンで見やすいダンスだなと思いました。はい、あと12番アキトくん、防具の彼はあのすごい、あのなんて言うんだろう、私防具見るのすごい好きで、なんかそういう防具ってすごい、あのちょっとまだ日本ではマイナーなジャンルだと思うんですけど、結構バトル文化だったりとかカルチャーがすごい濃い世界で、なんかそういうなんだろう、マイナーなジャンルにこの年でなんかね、ちゃんとこうなんて言うんだろう、本当コミットしてる感じ、なんていうの、それに集中してすごいやろうとしてる感じがめっちゃかっこいいし、その姿勢がまずかっこいいし、あとあのあえてジャスティン・ビーバーでボールをやるっていう、もう最高ですね、本当、はい、大好きです。でもなんかそのせっかくオンリーワンな雰囲気でやってるので、じゃあプラス例えばこういう全ジャンルの人が出るコンテストだったら、例えばそれをもうちょっとなんて言うんだろう、こういう腕だけとかじゃなくて、結構ステップ入れてみたりとか、なんか他のジャンルもちょっと学ぶと、なんかもっともっと進化できると思うので、今先生に習ってることをとりあえずあのちゃんとやって、プラス自分が惹かれる他のジャンルのものとかも今携帯で何でも見れると思うから、あのいっぱい吸収して自分の防具のスタイルを確立してほしいです。はい、頑張ってください。宮崎九州だからめっちゃ応援してます。はい、次、あともう一人だわ、14番ゆいちゃん、途中で T シャツになったゆいちゃん、すごいあのその T シャツになった瞬間のエナジーのスイッチの切り替えとかもすごい私は好きで、スキルももちろんエナジーもパフォーマンス性もすごいあって、見ててこっちもこうなる感じのダンスでした。素敵でした。はい、じゃあ次、アンダー15ソロ部門、気になったのは、15歳になってくると結構みんな大人なのでちょっとあれなんですけど、全体的にみんな上手だったんですけど、さっきもキエ言ってたかもしれないけど、6番のしずくちゃんはすごい、なんだろう、見てる人を引き込む力があるなと思いました。で、最初の入りとかもそうだし、途中でなんかガッて止まるところとかもおっってなったし、なんかそういうメリハリがすごいあってすごい素敵でした。でもただあとさっきもキエも多分言ってたんですけど、後半ちょっとちょっと失速してきたかなって一瞬こっちにそういう伝わり方がしちゃったので、なんか体力かな、ちょっと疲れちゃったかなって思っちゃったんで、最後グワッてもう一個頑張ってあげれたらもうもっと良くなると思いました。はい、あと7番の歌ちゃん山口はすごい私は好きです。なんかそう、なんかいい意味で思春期って感じで、なんかクールな感じでなんか踊ってるんだけど、結構なんか安定感もあるし、なんて言うんだろうな、ナチュラルでした。なんであとはもっとパワーつけてほしいかなと思ったので、もっとこう柔らかい動きだけじゃなくて、その中にもこうパワーがもっと出るといいかなと思いました。はい、アンダー15はじゃあちょっとそれぐらいにして、次がアンダー10チーム、
アンダージュチーム部門でちょっと気になったチームもいます。1番スパーキング、あのブルーの男の子2人組のブレイキンのチームですけど、なんかなんて言うんだろうな、こうなんか伝えようみたいな、そのエナジーがめっちゃ伝わってきたのと、なんか画面なのに煽れよみたいなおいおいみたいな感じがすっごい、あの私は好きで、とあの相方のちょっとなんかクールな感じのなんかこうデコボココンビみたいな、なんだろう、キャラがすごい2人ともなんか違って、でもなんか仲良さそうだし、なんかチームとしてなんか私はすごい好きです、コンビみたいで。なんかで、スキルは、まあ、私はブレイキンちゃんとやったことないんで、フットワークぐらいしか、キッズの時にしかやったことないんですけど、なんかあのスキルもこれからどんどん伸びていくと思うので、あとはやっぱブレイキンって決めるのが大事だと思うので、その決める、この技を決めるっていうのをバッてもう 100% の確率ぐらいで決めるぞっていう気持ちを持ってやると、あの他のジャンルの人も見てもうわってなると思うので、その気合をもうちょっとあの入れてやるといいかもしれないです。はい、あとは、もう一チームめっちゃ好きだったのが磁石最高でした、ね、最高でした、本当に最高でした。しかも全部あの慎吾西成の縛りで、プラスあの慎吾西成スタイルで多分あのスニーカーかけて出てきて、いつ撮るんだろうってめっちゃそこも気になったら、途中でやっぱ撮るよねって感じで、それも良かったです。で、なんて言うんだろうな、ああいうチームがコンテストに出るのが私はすごい嬉しくて、なんだろうな、なんかすごい多分先生のこと大好きで、先生の真似を多分いっぱいしたりとか、自分の好きな何雰囲気とか洋服とかカルチャーが多分あの年にして多分しっかりしてる、しっかり持ってるっていうのがすごい伝わってきて、なんかアーティチュードとかもなんか子供だけどちょっとなんか俺らみたいな感じのアーティチュードがすごい私はあの見てて愛おしかったです。で、なんかチーム、やっぱりコンテストってチーム感、チームワークってすごい大事だと思うんですけど、この2人はなんて言うんだろうな、空気感のチームワーク、もう常に多分2人でいる時間が長いんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、なんかもうじゃないと出せない空気感だったので、あとこのチーム名もめっちゃ好きです、あえて漢字の磁石はい、すごい好きでした、ソロもめっちゃ良かったです。はい、じゃあ次アンダー12チーム部門で気になった人が、7番グラブアップチルドレン、4人組のあのちょっとオールドスクールっぽいヒップホップの4人組ですね。そのなんかなんていうんだろう、エナジーがまずこうなんていうの、ピュアにガッと伝わってきて、なんかそれがまず私の中では結構決め手になって、うおー、なんかあーいいなーってすごい思いました。で、あとはチームワークも感じたし、なんかすごいシンプル、やってることはシンプルなんだけど、それをちゃんと4人で同じ空気感で合わせてやってるっていうのがなんかすごい素敵だなと思いました。と、あと8番の東西遠距離チームの2人のチームワークが、遠距離なのになんであんなあの2人のチームワークでどうやってできるんだろうと思って、 iPhone でやってるんですか、なんかどうやってやってるんですか、なんかこんななんかすごい普段から仲良しって感じで、うん、なんか目を合わせるとことか、なんか私そういうの結構グッときちゃうから、そういうとこもすっごい良かったです。これからも遠いだろうけどちょっと続けて頑張ってほしいなと思いました。と、あと 10番のミロデイジーはもう最初の立ってるところからんなんか匂うぞって感じで、あーこれなんか好きな予感っていうのがすごい自分の中であって、やっぱりすごい好きでした。個人的にすごいドタイプなあのチームでした。なんか衣装ももちろんもうすごい好き で、何が衣装で一番好きだったかって、あの靴も2人合わせてたっていうなんかそういうなんか細かいなんか
合わせてるところとか私すごい個人的に好きです。あと2人でコンタクトしてちょっとなんかコンテじゃないけどこう2人でこうコンタクトで踊ってる感じとかもなんかすごい、うん、なんかミックスしたスタイルで私はすごいインスパイアされました。でなんか2人で踊ってる意味をもうすでになんか2人が分かってるって感じでなんか本当2人じゃないとできないんだろうなっていう感じの世界観があってすっごい私は好きでした。はい、じゃあアンダー15いきます。3番のアラメア、さっき多分またこれも言ってたと思うんですけど、まず本当出てきた瞬間にもなんかあなんかすごい踊れそうみたいな立ってる雰囲気がもうステージに板ついた瞬間から伝わってくるチームでキレもあって表情もすごい良くて、で本当さっきも多分言ってたと思うんですけど誰がセンターになってもおかしくないみたいな本当そういうチームでした。はい、あと6番のトラーギャルズ、山口のは、うん、なんだろう、なんかすごいまずやっぱああいうジャンルって少ないっていうか少ないと思うんですけど、あと衣装もめっちゃ可愛いし振り付けももちろん私はすごいドタイプだし、でもう一個なんか欲しいなと思ったのはパワーと安定感がもっとあるとなんだろう、もっとこうガンって見てる方に圧を与えれるかなと思いました。なのでその振り付けとかもらってるものは素晴らしいものをもらってるから、それを自分がどう調理するかをもうちょっと全員で研究したらいいかなと思います。あと9番の、ラクロハウスの2人組もすっごい素敵でなんかナチュラルに2人で踊ってる、でもすごいスキルもあってエナジーもナチュラルでなんか作り込みすぎてない感じが私はすごい好きでした。はい、あと10番のルルバピック、これもハウスのはもうもう音とかもめちゃくちゃかっこよかったし、もうチームワーク抜群って感じで、なんかあれ練習めちゃくちゃしてないと多分、うん、ああいう風に見せれないなって思いました。でソロも一人ずつかっこいいし、なんかダンスしてるなって感じで、なんか見ててすごいワクワクするって感じで結構楽しませてもらいました。はい、かな。はい、私が気になったのは以上です。でも全体的に本当なんか私ダメだったのかって思わないでください。すごい皆さん本当素敵だったので、ダンスに正解とかないので、ダンスを好きでいることが一番大切だと思うので、上手になりたかったらダンスを好きな気持ちを大切に、日々過ごしてください健康、あと健康も大事です、怪我しないように。はい、じゃあありがとうございました。はい、皆様お疲れ様でした。本日ジャッジをさせていただいたあやこです。はい、もうキエさんとももかさんのジャッジコメントでもうほとんどお二人が言っていたことが、はい、もう私もその通りっていう感じなんですけども、ちょっと簡単に総評させていただきたいと思います。はい、ですね、もう今日は本当にレベルが高くて、もう見ていて半日くらい経ったんですけど本当にあっという間でした。はい、で簡単にソロとチームについて少しお話しさせていただいて、でその後気になったチーム何チームか、行って、で最後まとめという感じでお話しさせていただけたらなと思います。でまずソロですね、ソロなんですけども、全体的にめちゃくちゃもうレベルが高くてびっくりしました。特にアンダー10部門はなんかもうみんなの年齢を忘れるくらいみんな大人っぽくて本当に素敵なダンスをしてる子がたくさんいました。でやりたいこととかジャンルがもう明確で、みんなでキャラがしっかり立ってる子が今回は本当に多いなと思いました。で順位に入らなかった子はそのなんか、見せたいことがスキルなのか練習量なのかでやりきれてなくて、ああなんかパコもちょっとこうしたらいいなっていうちょっと惜しい子が何人かいました。
そうだからまた次コンテスト出るときに一から全部ネタを変える必要はなくて、今のネタを改善してなんかもう一旦これ以上練習がもうこれ以上練習するとこないっていうくらいもっともっとみんな練習して詰めてみるのも一個いいんじゃないかなと思いました。でチーム部門の方なんですけども、チーム部門はもう構成がすごいなっていうチームが多かったり、あと2人チームが多いなっていうイメージでした。でそうですね、チームワークがやっぱりチームは見ていてすごい大事だなと思いました。でチームワークいいなって思うチームは、多少ちょっと振りとか動きがちょっとだけばらついててもその空気感で一体感が出たりしてたので、まずはチームワークすごい大事だなっていうふうに今日見ていて感じました。はいですね。じゃあそしたらアンダージュソロ部門からちょっと気になった方を、お名前を呼んでいきたいと思います。はい。でもう桃香さんとキエさんがそうですね、こう細かく、アドバイスとか一人ずつしてくださったので、私はもう名前をバーッと上げていきたいと思います。アンダージュソロ部門がエントリー、あ、じゃあ番号と名前で言おうか。1番の青人くん、2番のアイラ、5番葵、8番ユキナ、10番あかり、11番、ライム、13番ももかですねが、アンダー10ソロ部門で気になった子たちでした。でアンダー12のソロ部門が、2番ニコ、3番みひろ、5番はるま、8番りんりん、11番るみ、12あきと、14ゆいです。はいでした。でアンダー15ソロ部門が、3番のメイカ、4番のヒサキ、10番のウミ、13番イロハ、14番ルイナです。はい。で、チーム部門ですね。チーム部門が、1番スパーキング、4番磁石、7番アルファートです。はい。でアンダー12チーム部門が5番ノルブリンカ、7番グラープアップチルドレン、8番東西、9番、リエット、10番ミロデイジーです。はい。でアンダー15部門、チーム部門いきます。3番のアラメア、6番のトラーギャルズ、7番のロイジー・リブ、9番のラクロ、10番のルルバティック、はい、が私の今回気になるチームでした。はい。でも皆さん本当に素晴らしかったです。で、何チームかだけちょっと、なんか細かくここが良かったっていうのだけ言って終わりにしようかなと思います。もしかしたらごめんなさい、2人の審査員の方と被っちゃってるかもしれないですけど、なるべく被らない子をちょっと言いたいと思います。そしたらアンダー12のソロのニコちゃんで合ってるかな、ニコちゃん、はい、ジャズのニコちゃんですね。もうニコちゃんのまず選曲もうあんなに有名なみんなが知ってる曲を使うことがまずすごい勇気がいることなのに、なんかあそこまでこう自己表現できていて、もう私はめちゃくちゃ心が動かされて、なんかジャッジしてるのにすごいこう泣きそうになりました、感動して、はい、ぐらいすごい素敵でした。なんであとはなんか細かいこうアイソレーションとかがなんかもう一個ついてくると、すごいもっともっとなんかこう表現したいことが見えるんじゃないかなって思いました。あとはあ、ごめんなさい、アンダー10もいますね。アンダー10のソロの、10番のあかりちゃん、あかりちゃんかな、はい、ハウスのあかりちゃん、あ、すいません、ありがとうございます。あかりちゃんがもうめちゃくちゃテクニカルですごかったっすね。めっちゃ好みでした。
細かいテクニックがすごい組み込まれててすごいスキルフルだし、もう音に対する表現のバリエーションがめちゃくちゃたくさんあって、すごい私もあこうやって音取るんだとか、この音ってこうやって取ったらこう見えるんだみたいな、すごい見ていて見習いたいなって思う部分がたくさんありました。はい、ですかね、ソロは。で、チーム部門で、印象的に残ったのが、これもでも桃香さんとほとんどこう被ってしまうんですけども、1番のスパーキングですね。やっぱりもうここのチーム本当に出だしから終わりまで本当にエネルギッシュで最高でしたね。チームワークもバッチリでした。なんでこうもうそのままそのまま続けていってほしいなって本当応援したくなりました。であとは4番かなの磁石ね、もう本当にいやマジで本当最高ですね。なんか1年前ぐらいかなに1回あのコンテストで磁石を見たことがあって、その時まだアンダー9だったんでね、多分磁石で、その時からもうちょっとあのね、もう9歳とは思えないぐらい出来上がったんですけど、なんか2人とも身長伸びたよね、多分伸びてそう伸びて、なんかさらにこうね、こうヒップホップの説得力がすごい出てきて、もうすっごいソロ力あるし、なんだけどすごい遊び心もあって、もうあれなの、ジャッジのみんなでなんかこの子たちがどんな子なんだろうとか、ね、なんか普段どんな遊びしてるんだろうとか、なんかそんなみんなのこう普段の生活まで気になる存在になるくらい、すごいなんか見ててあの最高でした。はい、もうそこまでキャラ作りできるのが本当にすごいなと思いました。なんかこういう素敵なチーム、みんなもちろん素敵なんですけど、なんかこうチームワークとなんかこう遊び心とスキルとソロ力、もう全部もう最高なチームなので、ちょっとみんなぜひ見てみてください、磁石。はい、こんなチームが増えるといいなって思いました。であとはアンダー12チーム、これも桃香さんとケイちゃんも言ってたかも、ミロデイジー、エントリーナンバー10のミロデイジーですね、はもう言うことなしぐらい、まあ、もちろんあの全然細かいところあるんだけど、もうパッと1回見た時の本当にすごいね、もう世界観といい、なんか2人でチームでなんかああやって踊るんだ、踊り方もあるんだっていうのをなんか1個勉強、私も勉強になりました。本当にすごいかっこよかったです。であとはアンダー15チームの、ごめんなさい、あと少しで終わります。アンダー15チームのエントリーナンバー2、アラメアさん、アラメアチームが、なんか私すごい個人的に好きでした。なんか選曲もそうだし、衣装と始まり方でもう最初あすごい見たいなってこう思わせてもらえるチームでした。あとは3人がこうあの1個の作品の中で同じ気持ちなのがすごい伝わりました。であとは、エントリーナンバー10のルルバキック、これもおそらくね、ジャッジみんないいなって言ってたので、さっきお話あったかと思うんですけど、ルルバティックの3人はマジでスキルフルですね。もうあの足の重心がなんか数ミリ単位まで合ってるんじゃないかぐらい揃ってたので、すごい素敵だなと思いました。はい、ですかね、こんな感じです。はい、とそうですね、したら最後に全体を通してちょっとお話しさせていただいて終わりにしたいなと思います。はい、で今日、ジャッジの2人がすごいあの1チーム1チーム、細かくチームごとに気になるチームを解説してくれてるので、それをぜひ皆さん全部しっかり総評聞いてみてください。でなんでかっていうと、ジャッジがどんなところに目をつけて審査しているのかっていうのがあのお話聞いてると分かるのと、あとは自分たちの練習のヒントにも絶対なると思うので、あのぜひあのもし先生に振り付けてもらってるあのみんなは先生と一緒に総評聞いてみると、すごいあもっとこうした方がいいかもねって、こうチームの中のこうなんかこうみんなでスキルアップになると思いますので、見てください。あ、見てみてください、うん、で他のチームのアドバイスをなんか他のチームだからっていう風に
終わらせないで、自分のチームだったらここに生かせるかなっていうふうに自分のチームにぜひ生かしてみてください。はい、ということでちょっと何言ってるか大丈夫ですかね私もうこうやってずっと喋ってると同じこと何回も喋っちゃってそうで、はい、すいません。でも皆さんのダンスすごく素敵でした。はい、本当になんかこうもう点数つけたくないなっていうぐらいみんなすごい素敵だったので、ぜひそのなんていうんだろう、熱い気持ちをずっとこうダンスに向けて続けてもらえたらすごいいいなと思いました。はい、ということで皆さん本日はありがとうございました。